前田浩二です。ライカ L マウント、スクリューマウントの、超広角レンズですね。20mm、F5.6 のルサールです。キャップ、社外品だと思いますけど、まあ、ついてます。リアキャップは、まあ、なんか、一応、傷にならないようについてる感じです。20の 5.6 ですね。このように後ろ玉が飛び出ている対象型のレンズです。ヘリコイドスムーズですね。これ時々当たってしてるとあまり良くないのありますけど、これ大丈夫です。絞り操作もしにくいんですけども、動いてます。外観綺麗ですね。特に問題ないと思います。ヘリコイドもスムーズですし、レンズも綺麗です。まあ、ちょっと小さいレンズなので分かりにくいんですけどもね、多少の汚れやホコリはあるとは思いますが、まあ、まあまあ悪くないと思います。このようにピンポン玉みたいなレンズですね。今回純正のファインダーがついてます。このファインダーがついてないとちょっと価値がないというか、このファインダーがとてもよろしいですね。このように非常にスカッとまっすぐ見えます。状態もいいですね。これがパララックスになりますね。首が振ります。これはいいファインダーだと思います。ライカマウントですのでね、いろいろ使えます。ただネックスとかですと無限の時にここがちょっと当たってしまいまして、途中までしか行かなかったです。まあ絞って使えば使えないこともないですが、まあもちろん近接は全然当たらずに使えました。綺麗な状態だと思います。